どうもこんにちは。今日コメント欄から、返信させていただきます。まあ、いつもねコメントいただく方なんですけども、まあ、最近の若い労働者に対してっていうところですね。まず切り取るのは最近の若い労働者と関わったことがない私がねこういうのもねおかしいんですけども、まあ、働く人の事情ってのはなるべく楽してたくさんの報酬が欲しい、そして社会保障が欲しいっていうので就職するんじゃないかなと思うんですよ。あとはね、好きな仕事だから給料が安くてもこの業種に入りたいっていう方もいると思います。まあでも私はね、給料が安くてもいいから働きたいっていう人はね、社会の活動を落とすと思うんですよね。やっぱりこう高い給料をもらうために仕事を探して、そのために責任を持った仕事ができると思うんですよ。自分で商品作って売ってる立場としたら、1000円の商品には1000円なりの責任しかないんですけども、100万円を超える商品を作った時にはやっぱり100万円を超える責任があるんですよね。だからね、やっぱ買う方も売る方もそうなんですけども、金額に見合ったものを質をっていう風に感じるんじゃないかなと思うんですよ。少なくとも販売者としては、まあお金を払っていただいたらそれ以上のサービス提供しなければ不満が残るからリピートも起きないですし、まあなんせ販売の評判が落ちるのかなと思うんですよね。で、最近の若い労働者っていうことなんですけども、どうなんでしょうね。なんかこの社会貢献をしようとか、この経営者に憧れて入ったとかっていうのはまあないんじゃないかなと。自分の都合だけで働いてるから残業嫌がったりとか飲み会を嫌がったりするんじゃないかなと思いますね。まあ残業に関しては時間内で終わる能力がないから残業してるとしか私は思えないですし、それこそ残業されるのはね結構迷惑なんですよね、会社の経営としては。っていうのが、会社 の勤務時間外の責任も負わないといけないんで、保険料も余計にかかるし、それから会社にいられるとね、電気代とか場所も占有されるし、その会社内で従業員がなんかお腹を壊しましたとかね、怪我をしましたとか、これ全部保証の範囲になるんで損でしかないんですよね。だから決められた勤務の中できちんと仕事を終わっていただくことが理想なんですけどもね、なかなかそうはいかないってところも分かるんで、もうはっきり言ってタイムカードを打ってみんなで帰るってことをね、従業員がすると経営者としては手も足も出ないんで、じゃあ残業代払いますかってことになるんですけども、なぜかね、若い方中心に労働者って我慢して働くでしょ。それ自主的労働とみなされるわけですよ。なのに会社の陰口を叩いたりとかね、なんだこの会社はブラックだって言うけど、いやそもそもなんであんたこのうちの会社に入ったんですかってことになっちゃうんで、まああんまり相入れないことになっちゃうのかなと思うんですよね。会社ってのは、なるべくたくさんの利益を出してくれるだろうなっていう従業員さんを雇いたいし、従業員さんはなるべく自分のことを保証してくれそうな会社だなと思ったら属したいと思うもんじゃないかなと思うんですよ。だから出発点でよくよく隠すことなく話し合っていかないといけないかなと。特に就職を目指す人が面接で嘘をつきすぎるんだと思うんですよ。こんなことを言ったら採用されないんじゃないだろうかとか言って、理想論を抱えちゃったりとかね、ありもしないような自分の気持ちをそこで、お話しするから、それはその言葉を信用して面接官も判断しますからね。で、採用してみたら、お前面接と言ってること全然違うやんみたいなことがあるわけですよね。だからそこの入り口のところでもうちょっと腹を割っていかないといけないし、あとはね、縁もゆかりもない人を採用するっていうところにやっぱこう企業としてはリスクがかかるんで、自分の会社とか店舗とかのサービスを利用しているお客さんとかね、その大ファンの中から採用したいなとは思うんですけどもね。まあそんなこと言ってると私の会社には誰も働きたい人がいなくなって、こうやって一人でやってるんですけどねですね、私もね、だからその若い労働者の気持ちってのは全然分かってないんだろうなと思います。だから雇えないし、雇っても続かないしっていうところでね、来るべき結果が来てるのかなっていうところですよね。ぜひね、私みたいなどうしようもない人間でもいいよっていう若い方がいらっしゃったらぜひ面接に来てください。採用はしないと思いますけども、もしかしたら、あ、この若い能力と一緒に仕事をしたいなとかね、一緒に何かを実現したいなと思ったら新しいプロジェクトを始めるかもしれません。私は速稼塾を運営しながらね、塾生さんとは一緒にプロジェクトを結構やるんですよ。で、成功したり失敗したりですけども、
でもこういった関係で一緒に働きましょうって言ってくれるような新入社員がいると嬉しいですね。はい、まとまりのない、Q&A になりましたけども、まずはこんなところで、それでは行ってらっしゃい。